赤尾明彦2016年8月19日は北海道の実業家。成功マートの実質的な創業者で代表取締役会長を務めた。長男は2020年により、セコマ代表取締役社長を務めている赤尾博明。北海道ルモイ市生まれ。1959年北海道ルモイ高等学校、卒業後、北の誉れ酒造入社。翌年、 丸よ西尾商店に移籍。すすきのの飲食店や百貨店の営業を担当し、また、個人商店に酒や食料品などを卸す、御用聞きの仕事もしていた。1979年札幌短期大学小学科に部卒。取引先であった札幌市北区の食料品店に助言をして、タバコや種類販売業免許を取らせ、1971年、 北海道発のコンビニエンスストアである、コンビニエンスストアハギ中を回転させる。当時はまだ、セブンイレブンも日本未上陸であった。店舗数が14まで増えた1974年に、社名を、セイコーマートに変更し、丸リ西尾の西尾長光社長を、代表取締役に据えて、取締役本部長に就任する。セイコーマートの社名は、西尾長光の、西、 光に由来しているが、設立にあたっては赤尾が、丸よ、西尾から受け取った退職金を元手にしているなど、実質的には赤尾が、創業者である。1979年、成功ーマート常務取締役、1987年度を専務取締役、1996年度を代表取締役、副社長。その後、セイコーマート代表取締役社長を経て、 セコマ代表取締役会長となったホットシェフの導入などを主導した。ありがとうございます。